こんばんは、翔太です。今日もグラクラやっていきます。今日も PVP 懲りずにやっていきたいと思います。まあなかなかねちょっと連勝できなくて辛いところはありますが、まあめげずにちょっとやっていこうかなと思います。で、パーティーちょっと変えました。ちょびっとね、まあイースティン・ゴーセル、デリエリーで、サブでキング、久しぶりにキング入れちゃいましたよと。キングも、メインでもいいんだけど一旦ちょっとサブで入れてみましたっていう感じでちょっとやっていきたいと思います。で、初戦はフェスパーティーですね。だいぶ厳しいですね。はい、という感じで、まあ、リタイアしてもらいましたね。1勝目まあこれ1勝目で、はい、まあ相手もあれですね、まあデイリーか、デイリーミッションこなすために入ってきたって感じの人でしたね。まあよかったよかった。まあこれも1勝なんで、まあなんとか1勝もぎ取っていきましたと。で、2試合目いきます。東京12万9000の、まあ、あれですね。まあ、なんか、こう、なんちゅうんですか。バランスいいパーティーですね。エスカノールの、ゴーセルキングと、まあ、なんか、テンプレっぽいような、まあ、ちょっと前のテンプレっぽいような、パーティーですね。で、相手はやっぱりイースティンを警戒していると。で、まあ削りきれなかったんで、まあとりあえずイースティンの必殺封じと回復封じを打ち込んでいって、って感じですね。で、デリエリで削っていくちょびっと。で、相手の出方気になりますね。どうしてくるかな。まあ多分イースティンを結構こう警戒してるんで、そうですね、イースティン削ってくるかな。あ、攻撃封じだけ打ってくる。ただまあ打たれたとしてもこっちも攻撃封じ仕返しので、デリエリでのデリエリのねバフもつけつつって感じですね。で、相手は必殺防ぎようないんで、あ、でもあれか、ゴーセルのあの石化で止められるか、はい、こういう時だよね。ゴーセルじゃないや、キングだ、ね、キングの石化がねちょっといやらしいですね。まあ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 、まあ、ちょっとまだちょっと厳しいは厳しいけど、まあなんとかいけるんじゃないかなと思ってはおるんですが、ただね、キングの石化がちょっと嫌ですね。まあ多分キングはデリエリを封じてくるはずなんで、まあ、その隙に必殺2発打ち込むみたいな感じかな、はい、あ、だよね、まあ、そうだよな、そこ止めるよな。で、はい、で、まあ必殺打ち込みつつの、イースティンの、金札で、金札攻撃で、金札多分削れるんじゃないかなと思います。まあ必殺2発打ち込んで、で、金札なんで、まあ多分削れるでしょう。半分だしね。よしよし。で、これでキング削る。で、多分イースティンやられちゃうかな。どうでしょう、イースティンやられちゃうかな。ランクアップしてキーノーでエスカノールの攻撃でイースティンでやられちゃいそうだ。もう一発来るよね多分ね。これは、あ、もう一発来ますね。イースティンやられる。
がしかしですよ、まだいける。で、そういうことですね。札もこんな感じですね。で、まあ、めんどくさいんで、まあ、マーリンに石化打ちますか。デリエリの攻撃で、攻撃っていうか、デリエリのね、行動を、多分封じてくるはずなんで、マーリンでね、視察削ってくるはずなんで、マーリン封じ、トキーの、からの、攻撃封じ、また打ち込んでくる、で、ランクアップしてくる。で、あとはバフつけてデリエリの必殺入れて攻撃も封じときゃ、まあ、なんとかいけんじゃねえかな。あ、オッケー、リタイアしてくれました。ありがとうございます。やったぞ。リタイア、ウェルカム。で、2連勝。いいっすね。で、3試合目も行きたいと思います。3試合目も勝ちたいな。久しぶりに3連勝したい。3連勝させてください、お願いしますと、っていう感じでちょっと願いつつも、まあそううまくいかないんですよね。最近負け癖がつきまくっちゃって。おほう、相手あれか、投球13万で、イースティン回避ついている、でスタロッサ、イースティン、ゴーセルっていう形ですね。おそらくゴーセルのランクアップしてきて、エスタロッサフルカウンターでイモルみたいな感じかな。ちょっとうざい。慈悲なんてない。で、まあこっちは封印される。まあただしかし、まあこっちも封印、逆に打ち込むって感じですね。封印入れつつの、どっち削ろうかなって感じですね。だエスタロッサかゴーセルか、まあエスタロッサうざいな、ゴーセルもうざいんだよな、もうどっちもうざいからな、どっちも攻撃したいわ。もう、まあ、一瞬ちょっとエスタロッサから行きたいかな。まあその属性相性的にもエスタロッサの方が、まあデリエリの攻撃入りそうだったんで、まあ一応攻撃打っては見たものの、そんなにですね、思ったより入らないですね。で、まあこっちは相手は何してくるかな。あーだよね。で、イースティンが、あーやばい、イースティン結構削れる。あ、痛いね。まあでも、あれですね。そんなに。あ、大丈夫。おお、これ耐えたのいいね。耐えたの神ですね。んでと。あー、もうこれあれだな。イースティン2連発で削り切りたいな。インベージョン、アロー。一旦イースティン2連発、キンフラの攻撃をエスタロッサにかましていく。これでフルカウンターはもう使えないっすと。で、まあこっちのイースティンはやられちゃうね。あ、エスカノールか、めんどくさいな、めんどくさいが、まあでも必殺封じ入れて、でゴーセルの攻撃封じ入れちゃえばなんかいけそうな。あ、必殺封じはもうダメだね、使えないね。必殺封じられる。これでどうだ。で、攻撃封じもぶち込まれる。アライダだ、キングが来る。もう一回でもあれか、いやここで回復来てほしかったけど、うまくいかないですね。これでどうだ。攻撃封じぶち込んで、でまた必殺封じ打ってくるかな、イースティンのね。でデリエリもバフ溜まってるんで、ワンチャンいけんじゃねえかって
勝手に思ってはいますが、まあ相手何してくるかな。いや、やっぱりあれですね、必殺と回復封じ打ち込まれる。相手攻撃封じ食らってるんで、これはできない。ナイス。デリエリのバフも消されてないんで、まあデリエリのねバフをね、あの消さないようにはしたいんですが、ただね、どう来るかな相手。でもこっちはバフをつけたいから、まあ回復でワンパンイースティン倒すと、これはいいんじゃないですか。いい感じ。ワンパンいけるで、回避ついてるんでね、デリエリなんで、エスカノールね。ルーエルソン。でもあれか、食らうな。そういうことですねと。まあ、ただしかし、こっちもね、攻撃封じ打ちつつの、まあ、いけるんじゃないかな。デリエリのバフつけて、GG かな。あれ？固まった。おーい。固まった。固まった。いやー、これやだな。固まるの嫌なんですよね。これなんかね、あれ。おー。痛いでしまいましたね。ありがとうございます。そう、固まると、痛い扱いになっちゃうんですよ。なんか接続切れて。だから嫌なんだよね。まあ、ただ相手リタイアしてくれたんで、3連勝と。いや、久しぶりに3連勝できました。よかったー。なんとか久しぶりに3連勝できたー。はい、という感じで今日は3連戦やってみましたと。で、ダイヤもありがたくいただきつつ3連勝とっていう感じで、まあ今日は3連勝できてよかったー。はい、っていう感じでやってできたんで、今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。